エモンズはアメリカ海軍の駆逐艦。グリーブス級駆逐艦の一隻。艦名はジョージ・ F ・エモンズ海軍少将にちなむ。エモンズはニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で1940年11月14日に寄港する。1941年8月23日に F.E.D. コックによって命名浸水し。 1941年12月5日に、艦長 CT ラガン中佐の指揮下収益した。1944年11月15日、DMS-22 に艦首変更される。収益後、1942年1月31日に、ノーフォークを出港、ペリューのカヤオに成長巡航に向かい、同地でペルー政府交換を乗せて、チリのバルパライソに向かった。 その後、エクアドルのいくつかの港を訪問し、ボストンに帰還する。エモンズは、ニューイングランド海域をパトロールし、4月には、空母レンジャーの護衛として、大西洋を横断。レンジャーは、ゴールドコーストでアクラなどのアフリカの航空基地向け、陸軍機を搭載した。1944年11月9日、エモンズは高速総海艦へ転換のためボストンで、ドック入りする。 大西洋での訓練及び、ハワイ諸島での軍事演習の後、沖縄戦参加のため、ウルシー白地に到着した。所属部隊は1945年3月19日に出航し、4月1日の上陸に向けて危険で重要な海域での任務に就く。エモンズは、レーダーピケット任務に従事し、4月6日、ロットマンと共に航行中、大規模に展開された。 特攻機の攻撃に際して標的とされた。最初の一機がロットマンを攻撃し、エモンズは損傷したロットマンを護衛するため、対空砲撃を行った。二隻の総会艦は特攻機の攻撃に圧倒された。その多くは撃墜されたものの、エモンズは極機によって、ほぼ同時に攻撃を受けた。一機が三番砲塔の喫水船付近に突入し、弾薬庫に引火。 大爆発を起こし、左減船尾と戦闘情報センターが炎上した。乗組委員は必死に格闘したが、エモンズは高校能力を失い、翌4月7日、敵の手に渡ることを避けるため海没処分とされた。この戦闘で、エモンズの乗員60名が戦死し、77名が負傷した。エモンズは第二次世界大戦の先行で、 海軍仕組部大賞に加えて4個の従軍聖将を受賞した。ありがとうございます。